を目合わせて過半数割れするんじゃないか、史上最短の総理大臣ということになるかもしれません。根本的に彼は、資本主義ではないですよね。こんな人が総理だったらちぐはぐな経済政策になりますね。井川元隆が溶ける日本を切る、もう随分溶けてきてますね、日本が、もう溶けてるんで切れるのかどうかもわからないんですが、まずは、今一番ホットな話題のですね、衆院選総選挙について、思うところを少しお話ししてみたいと思います。まずですね、石破総裁、これ私思いっきり外しました。なんだかんだでですね、いくらちょっとおつむが弱いと言っても見栄えだとかですね、自民党もですね、議席数を減らさないためには進次郎をと思っていたんですが、最終的には彼が決選投票に残り、もう一人は、高市氏であろうがですね、石破であろうが小泉進次郎で行こうということになるのかと思ったら、決選投票に残れなかったらどうしようもないと、進次郎氏のですね、総裁選中のいろいろとちょっと間の抜けた発言がさすがに自民党員のですね、地方票を逃がしてしまったということなんでしょう。で、まさかの、石破ということになったんですけど、これはですね、まあどうせ自民党10月27日で、まあ大敗するでしょうから、私の見立てまた外れるかもしれませんけれども、自民公明合わせて過半数割れするんではないかと見てます。その結果下野するかどうかは分かりません。減り具合によるんですけれども、まあ、国民民主党がですね、あるいは維新がですね、連立に入って、自民もですね、過半数は割るものの与党には残るという可能性もありますから、ちょっとわからないんですけれども、負けた時に石破氏がですね、主犯指名されるかどうかわかりません。例えば国民民主やですね、維新が連立を組むんであれば、首相は石破では嫌だという可能性もありますし、どうなるかわかりません。もしかしたらですね、以前の3本の指で退陣した宇野宗介元首相の30数日という記録をですね、更新して史上最短の総理大臣ということになるかもしれません。万が一続いてしまった場合のことを考えてみたいと思いますが、まずなるべきではない人間をですね、組織のトップにしてはいけません。これは企業でもそうです。孫徳さんとやっている政経弁論 TV でも時々そういった話題が出るんですけれども、企業で言えばですね、今のパナソニックのですね、松下幸之助が常務からですね、いきなり社長30何人飛び越えてですね、序列を飛び越えて社長になった山下という社長、下の名前忘れましたけど、彼の時に結果ですね、いろいろと不満がたまった人間もいたんでしょう。今日に至るまでですね、最も派閥争いの、激しい会社の一つと、パナソニックは言われてます。課長島耕作の舞台初芝電産というあの会社も派閥争いばかりだったんですが、島耕作が社長になるまではですね、これも、作者の広金健二さんがかつて松下電器に在籍したことがあって、その時の様子を知ってるからだとも言われています。他にもですね、例えば東芝もそうですね、東芝も、そんなに関心ないんで名前忘れましたけれども、政権弁論 TV の東芝編を見てほしいんですけども、東芝もそうです。やはり暴流だった人間が社長になると、必ず、会社だとか組織のためではなくて、自分の地位を守るためのいろんな策略をするわけですね。ソニーもそうです。出井さんがなるべきでなかった人間かどうかちょっと横に置いといてもですね、結局その能力があって会社のためを思って、たとえサラリーマン経営者でもいわゆる帝王学を身につけようとしてきた人間はですね、比較的潔いものです。自分が退任したらそのまま、あっさりとですね、後任に道を譲って自分は余計な口は出さないと。ところが、本来、権力が欲しくて欲しくてしょうがなかったのに、ずっと極めしを食っていた人間というのは、その権力を是が非でも手放したくないためにですね、企業においても自分が会長になったら、あるいは名誉会長になっても院政を引こうとしてですね、自分よりも能力の低いものをですね、社長に据えてコントロールしようとするんですね。もともと王道を歩んでないということは、本人の能力も、本来社長になるべきじゃない程度の人間だったのに、その人間がまた自分よりも程度の低い人間をですね、選ぶわけですから、会社はどん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 負のスパイラルに陥っていくわけですね。東芝もしっかり、一時のソニーもしっかり、パナソニックもしっかり、他にもいくらでもあります。そのあたりは政権弁論 TV、見てください。ということでですね、千葉総理はですね、今回5度目の正直とか言われてますけれども、本来、
トップになれないと思ってた人間がですね、まあ本人はなりたくてしょうがないから5回も出たんでしょうけれども、私としては自民党消えてなくなれ派ですから、裏金議員をですね、重複立候補させないと、比例に重複させないっていうのはですね、どうぞどうぞおやりくださいと、自民党減るんだから。でも本人はですね、もう国民の方なんか見てないわけですね。あるいは自民党さえ見てない。裏金議員っていうのは大半が、清和権ですから、まあ、旧安倍派と言われるですね、面々ですから、裏金議員40数名のうち、2人除いてみんな清和権なんでしょ、確か。ですから、積年の恨みのですね、清和権、旧安倍派に対しての、まあ、仕打ちなわけですね、これは誰がどう言おうとですね。で、結果ですね、これ、今の予想でもですね、60名近く落とすのではないか、甘めに見てもですね、落とすのではないかと言われていますけれども、まあ、これはですね、私にとっては万々歳、いいことだな、なんですけれども、もうもはや石破にはですね、それしか見えてないんですね。結果、自民大敗してですね、自分のポジションが、総理総裁でいられるかっていうことよりもですね、もうそっち向いちゃってると。本人の中では多分妄想があるんですね。さっき言ったように権力以降は人一倍強いはずですから、それでも自分は、総理総裁に、居続けることができるという目論みは持っているんでしょうけれども、旗から見るとですね、ちゃんちゃらおかしいなっていう感じですよね。じゃあちょっと政策面についてもですね、この石破総理のですね、政策面についても少し話してみたいと思いますが、まず根本的に彼は、資本主義ではないですよね。国家社会主義よりももっと、なんて言えばいいのかな、私はね、農本主義って呼んでるんですけど、彼の選挙区自身がですね、島根ですし、高齢者とですね、第一次産業が中心で、ね、スタバも鳥取とどっちが最後にできるのかなんていうですね、セブンイレブンもどっちが最後にできたかっていうようなことを、隣のですね、鳥取と競い合ってるような県です。あ、別に県民の方々をディスってるわけではないんですよ。だからあくまで事実として、県民人口といい、地方はどこでもそうなんですけど、高齢者が多い、そして、一次産業が主体ということでですね、そういう人たちの票を後押しを受けて当選してるわけですしね、当然都市部あるいは、二次産業三次産業 IT といったところにですね、例えば人材の流動化を、図ってだとかですね、経済の発展をトータルで見ていくっていうか明日はないんですね。都市部から税金を巻き上げてそれを地方の、非勤労もしくは、勤労はしてるけど一次産業に補助金として落としていくというのが根本の姿勢ですね。多分もう長年それでやった発想で表出てきてますから、これは多分もう動かないと思いますね。なので実際にですね、今回の石破政権、消費税 15% 言ってみたり、金融所得課税を言ってみたり、まあこれは大っぴらにはまだ言ってないですけれども、わけのわからないその内部留保課税なんてですね、共産党が言ってるようなことを言ってみたり、内部留保っていうのはですね、企業が売上からコストを全部引いて、税金もちゃんと納めて、で株主に配当もして、その結果残っているものを、帳簿上、現金としてはなく、もちろん現金である場合もありますけれども、そんなも一部で、実際には設備としてあったりとかですね、あるいは、在庫としてあったりとか、複式簿記を勉強していればわかるんですけども、内部留保は現金ではありません。あるいは預金でもありません。現金預金ではありませんが、共産党と同じ発想で、それは、剰余利益だとか、なんとかいう考え方なんでしょう。それに税金をかけると。これはですね、勤労者に例えて言うと、給料をもらって、そこから家のローンも払って、子供の教育費も払って、毎日の食費、家賃払って、それらをですね、出資するときには消費税がかかっていると。残ったものを、それこそ今回の場合には銀行預金していたら、その銀行預金にまた税金をかけましょうっていうことですから、このことさえもわからないというですね、まあ、農本主義者。何百年も前の発想ですよね。これヨーロッパにおいてもですね。こんな人が総理になったら、もうちぐはぐな経済政策になりますね。石破ショックでですね、株が暴落したので表現変えてきてますけれども、金利を上げようとしたりとかですね、ほとんど立憲の政策と変わらないというか、立憲よりも左なんじゃないかなっていうのが今の石破内閣ですね。あと、まあこれは高橋先生との番組でも話したんですけれども、とにかく、まあネットでもだらし内閣と言われてますけども、あのだらしない体系はすごいですね。
私がかつて X で、ポストしたことあるんですけれども、石破茂と村上誠一郎と林芳正、この3人とスターウォーズのジャバザハットの写真を並べてですね、ジャバザハットの4人組っていう風にやったりしたことがあるんですけれども、よく、ルッキズムがけしからんなんて言いますけれども、人の上に立つ人間はやっぱりルッキズム絶対に必要ですよ。別にイケメンだブサメンだとか、あるいは、美人だブサイクだとかいう話じゃないんですよね。アメリカでは太ってる人間は企業のエグゼクティブになることもできません。自己管理ができない人間が、組織の管理ができるかっていう話になるわけですね。毎日のその程度の節制ができないではですね、話にならないわけですね。私もギャンブルでは節制ができませんでしたけど、体重に関して言うとですね、私は175センチの身長に対して66キロから67キロの範囲を絶対に保つようにですね、毎日体重計に乗って食事をコントロールしています。全然運動は嫌いなんでしてないんですけれども、それでも保てるわけなんですよね。そのことさえできない人間全員揃いも揃ってですね、林芳正氏はね、それなりに大臣経験をしていますけれども、村上誠一郎氏はですね、行革担当省ちょっとやっただけかな、安倍総理と同期のはずじゃないかな、彼はですね、愛媛なんですけどね、選挙区は私の地元とは違いますけれども、みんなですね、こんな体型してですね、まっすぐ立てないのか、村上誠一郎氏の歩いてる様子もこんな、いつもこんな感じで歪みながら歩いてるし、例の認証式の写真もそうですね、体まっすぐ立ってなかったですね。どうやったらあんな体型になれるのかなって不思議ですけどもね。私としては10月27日の投開票で自民党が、一気に消えてなくなりはしませんけれども、大敗することを今から指折り数えて楽しみに待っているというのが今現在です。また誰か来たみたいなんで、一旦このぐらいにしときます。